検索してはいけない言葉を左へ受け流す。ムーディー勝山やないか。おま、たまにはちゃんと始めようぜ。すごい顔してますね。貴様のせいです。ふふ、まあそう怒りなさんな。こちらをご覧ください。角刈りバナナ城。角刈ってねえわ。てか何それ。こちら押すとこがやたら多いキーボードみたいなものです。そう、今年も集合体の季節がついに来たのよ。存じ上げんのよ。そんな季節全く存じ上げてないのよ。やりましょう集合体。なんかやらんと始まらなそうだし、やるか。ほい、まずはこちらから。いきなり閲覧注意系です。集合体系はどうしてもな。なっちゃうよね、閲覧注意って。なんか下の方にキモい画像あるやん。イボイボを丁寧に取り除いとるやん。え、拡大してほしい。そんなこと一言も言うとらんのよ。まったく、仕方がないな。マリタ君は呪いしアホだし救いようがないよ。このダメ人間か。ブブエモン言いすぎじゃない。そんなバナナの期待に応えていざ拡大。拡大するとダイレクトにキモさくるな。放棄成虫っぽいね。あ、懐かし呪いコクロリビウムな。カタツムリにつくやつね。それと、なんだろうこの自分をキムタクと思い込んでる一般人感。ちょ待てよ。え、嘘、もしかしてご本人。確実に偽物やろこんなん。もしよろしければ何かドラマの名台詞を一つお願いできますでしょうか。オッケーっしょ、やるっしょそれは。5本、マイクチェックオイルショックワンツー。今のままではいけないと思います。だからこそ日本は今のままではいけないと思っている。小泉進次郎やないか。さて、おふざけは一旦やめて解説ぶちかましピーポーナウいたしましょう。癖になる画像くださいで検索をすると引っかかるコンスレッド。実際に検索していただければわかるのですが、キモい画像のオンパレード。しかも集合体や穴ぼこまみれ。これは精神的に来やがるってんでい。マリサ、お顔がうざいよ。貴様も大概やろが。そんなすれから個人的にゾワッタゾワゾワ三重士を連れてきたよ。ぬおーん、お気持ち悪うございます。自分の顔がですか。ちげえわ。そんないきなり自分のことひげしねえから。このチャンネルのバナナであることを誇りに思ってっから。ありがとう。えへへ、どういたちまちてでしゅよループちゃん。てかこれ一番右のぐじゃぐじゃってなってるやつ、よく見たら鉛筆やん。お、よく気づきましたね。ジロジロマリサ、覗き魔みたいに言うなや。おっしゃる通り鉛筆でできております。つまりキモスと芸術は紙一重ということがここで証明されましたね。などと意味不明な供述をしており、現在月餅を食べております。編集をせよ編集を。で、これはあれか、権威系あるあるの画家系シリーズか。その通りです。デロデロマリサ、溶け始めてるやん私。熱を加えると甘マリサになるんだよね。黙れ話せレブ。お面玉ぐるぐるおじさんやん。もしくは闇落ちしたベルタースオリジナルおじいちゃん。このおじいから飴玉もらいたくないわ。私のおじいさんがくれた初めてのキャンディー、それはベルタースオリジナルで、私は34歳でした。飴玉をおじいからもらうような年齢かそれ。こちらは現代アーティストクリスチャン・レックス・バン・ミンネ氏の作品なんです。その作品の多くは肉種やキノコ、様々な生き物のパーツを組み合わせた超絶グロアーティスティックな肖像画。ほうほう、キモいけどなぜかポップさも感じるな。まるでマリサですね。誰がキモポップじゃ。個人的に一番右のやつの頭ネズミマウス感が気になって仕方ない。おっとマリちゃん、それ以上は。すまん、つい触れてしまった。運営に角材で殴られるから。おお怖い、クワバラクワバラやで。他にもこんなのがあったりします。左のものは胸元からキノコが生えてますね。なんか毎日キノコ鍋できそうだよね。めっちゃいいじゃんそれ。でもきっとさ、謎の苦味とかあるんだよ。最悪だ最悪じゃん。せっかくお夕食にしようと思ったのに。タコ冬木入っとるやん。これ入れとくと粘り気が出るのよね。なんかやだわ、粘つかせんなや。はい、今回ラストの検索に参りましょう。ヒアリは体に撥水性を持つ。アーンと川を渡るとき塊になって移動する。結果こんな感じになります。どうぞ。集合体嫌いと虫嫌いを同時に殺しにかかるスタンス。これは意地悪ですわループちゃん。ほへへ、笑い方が絶望的にきしょいなこいつ。ただこのびっしりキモスなヒアリ分、実はこうすることで生き延びている。こうして集まり自らをイカダのようにすることによってハリケーンさえも耐えしのごうというのだから驚きだ。なんかダーウィンが来たみたいなノリになってきたな。おい、ちなみにハフハフ、ヒアリに刺されるとはハハハハハ、焼けるようなハフハフ、痛みハフハフに襲われるハフらしいので、むやみやたらに近づいハフハフ、触ったりハフハフしないようにね。ハフ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 やめろや。ということで今回の検索はおしまいだ。もしよかったらチャンネル登録コメ投稿よろしくケロ。それじゃまた次回、あじゃじゃしたー。